はい、どうも皆さんこんばんは、ゆうきゃみです。さあ今日はねこちら、エアリーズの方をちょっと使っていきたいと思います。まあブースト量多めにして、ちょっと制圧型で、今回やっておこうと思います。せっかくのね、夜遅い時間にね急にエアリーズと DO の限定戦が来てるということでね、早速こうちょっと来てるわけです。みんないい感じだね。しっかり当ててこう。よし、ダウン奪って今ですって。さあ楽しいな。なんかふわふわとしてて、やっぱこりゃ面白いよ。なんだろうね、このなんかこうふわ感というか結構楽しいな。やっぱねこうスピード、攻撃力重視で楽しむのもありなんですけど、このスピード重視で楽しむのも本当楽しいな。よし、しっかりダメージも回してるね。いい感じだ。九州機らしくね飛び回ってうまくミサイルとか当てたいな。またでもその必要もないか、普通にミサイル当てられるこれなら。さあ中継の方回ろうかな。その前にブーストがあんまないな。ここで待ち受けるか。うまく裏陰に隠れてるな。やりにくい。うまく飛び回るじゃないか。まずいね。ちょっと2対1は分が悪い。まだ不慣れなんでねこの機体。ちょっと一度外周から攻めていきますか。さあ中継取ってこう。せっかくのね制圧型のマスタリンしてるんでね、今回やっぱ中継ある程度取っていかないと何のためにしたのかわからなくなる。さあ行こう。今一瞬回復したけど、やっぱりすごいコスト低いせいか回復量すごいね。最高。せっかくのこの速度を生かしていきたい。いいですねこの見た目かわいい。完全にちょっとこう萌えキャラ入ってるみたいな感じの。どうせならねレベル5なんでね、もっとペイントをちゃんとしてくればよかったな。いいか、最初だし。最高。さあ結構中継の方は抑えれてますね。このまま C の方も奪い取ってしまいましょう。 C 取った後はそうだね、下の方行った方がいいかな。 D の方を抑えてしまいましょうか。それかこっちを抑えていこうか。おっとこれは危ない。もう危ねえ。さあダウンしっかり奪って、ここ防衛しておきましょう。いけるか。おっとナイス。さあいくぜ。さあちょっとダウン奪っときましょう。ダウン奪えなかった。いいや、とりあえずこっちだな。おっと危ない。おっとなかなかやばい。これはまずい。これはまずい。あいてー、そのバズーカーとかサブは食らいたくなかったあれが一番怖いなこの限定戦で。ダメージでかいからね。さあちょっと見てないやつを狙っていこうか。当たれ。よし、しっかり当たってる。ダウンしててそのままナイス。危ない。しっかり見ていこう。さあまずは中継。敵もしっかり回ってるね。私の方もしっかり回らないと負けてしまいそうだ。さあここを押さえたら再び C の方入っていきたいですね。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけダメージがねでかすぎるんで、よしこんだけだけ200あれば戦いでいける。よーし、行くぞー。みんな待ってろよ。スピード型行くぜ。当たってるかな。よし、ダウンは取れてるね。うまく味方が当ててくれた。よろけ取った時にいけるか。ナイスさあ行こう。今度はこっちだね。B の方を抑えていきましょう。いけるかな。ちょっと危ないねこれは。距離取りましょう。やばいやばい。これはうまくちょっと逃逃げ回りながら行きたいこのブースト量とねスピードを生かしてのこの逃げ、危ない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 、ちょっとダウンしてて危ないな今のは。このまま落ちてください。よし、いい感じだ。さあ C の方行こう。よし、こんだけあれば大丈夫だ。ポイント十分、制圧もできてるし大丈夫。さあ九州機らしくここ押さえかかってから、よし、これで一旦このまま E の方も取っちゃおう。速いすごい速度だな。そして楽しいな、やっぱこう空を飛び回るこの感じ。ちょっと待って、敵はいないな。さあ制圧しまくってるけど、もう1箇所は取っておきたいな。ちょっとだけ九州機らしくね C を一瞬攻撃かけていこうか。よし、オッケー。おっと、この状況なら取った方がいいか。ダウンしててほしいな、ちょっと。あー、ダメか、取れないか。よし、取れた。そのままダウンしててください。よし、オッケー。危ない。よし、うまくいってるね。任せるよ。さあ今のうちに中継いくぜ。よし、あー巻いちゃったか。あー怖い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 。ほらあいたー、ちょっと無理でしたついに落とされたか。まあまあ頑張ってるからよしとしましょう。あ、結構戦闘が長引きますね。あっと制圧がまずい。結構敵が抑えてきてるね。ちょっと中継回るよ。あと30秒ぐらいか。ここはちょっと中継だけでもまずは抑えて、よしよし、多分大丈夫でしょう。5番3も下行きましたんでね、これでほぼ勝ちは確定じゃないでしょうか。さあこんで大丈夫でしょう。よし、あとは無理せずだな。よし、適度にちょっと妨害しながら終わりだ。よし、逃げ切った。お疲れ様でした。いいねなんかこう見た目いいですね。なんかマスコットキャラみたいな感じで、なんだろうね、ウイングのアニメの方ね見た時は何も思わなかったんですけどね、こうゲームで実際使うとなんか可愛らしく見える。なんだろうなあ、アッガイとかさ、どっかあの辺のちょっと可愛い系の枠みたいな感じですよね。さあ成績の方どうなんでしょうかね。はい、今回は撃破4、損壊1、アシスト5、占拠10でした。まあしっかりね抑えるところは抑えられたんで、まあこんな感じかな。あとはこれをね普通のスタンダードとかで乗れたら、これぐらいこんなことができたらすごいんですけどね、さすがにそれは難しいと思うんでね。ちょうど私もランクマッチで、やっぱりレベル5は、作れててもやっぱ1回も乗れなかったんで、やっぱこうやって限定戦あったので非常にねちょっと助かりました。これならね乗れますんで、やっぱり乗りにくさもなくねやっぱり戦えるというか。はい、それじゃあダメージ条件いきましょう。はい、今回は与えたダメージ3632の受けたダメージ1026でした。うん、まあ赤振りの時4500、600ぐらいは与えたダメージあったんで、今回緑振りなんで、3632と、ちょっと抑えられてますけど、ダメージの方もしっかり取れてますし、一応ね受けたダメージの方も1026と少なく済ませられたんで、良かったかなと思います。中継制圧型ってことで、中継の方もしっかり取れたし、満足かな。はい、やっぱりねランクマッチで、低コス時のこう新機体、出たんですけどなかなかねレベル5を完成してたんですよ私は。なんですけどやっぱりなかなか乗りづらくてね、やっぱり他の人に迷惑になるかなっていうのもあって一度も乗ってなくて、今回こう機体の限定戦ということでリーオーとエアリーズだけっていうことなんで、今回ね使ってみようかなということで、使ってみました。非常にねいろいろモジュールマスタリー試してみたんですけど、実弾多めのやつ使ってみたり貫徹の多いやつ使ったり、ちょっとブースト量多くした、実弾貫徹のやつと混ぜたやつ使ってみたりして、最終的にはね緑振りのほとんど緑の、一応ブースト量、フルにつけたやつっていう感じに、なってしまいましたけど、これが一番自分はねしっくりきたんで、これでやってみました。はい、皆さんはねそれぞれまた自分の合った運用とか、モジュールマスタリーあると思いますんでね、あくまで参考程度にこんなのもありますよ程度でいいと思います。はい、それではね今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんおやすみなさい。